皆さんこんにちは陽一の部屋でございます、えー、今日はですねアビルルイさん、えー、と産経新聞の論説委員を招きしましていろんな話今真っ盛りの自民党総裁選を中心に話を伺いたいと思いますはい、よろしくお願いしますアビルルさん政治部ですけどね、はい、だから今ものすごい書き入れ時 ですかね。まあ、書き入れ時っていう表現はちょっとよくわからないですけどね。<laughs> でも、もうみんな、あれでしょかなりの人が、こういう、いろんな意味で取材、精力的にやるわるで。特に、今回は立候補予定者が多いんでね、うん、若い人たちを分散させなきゃいけないから、それ大変ですけどね。総動員いですか もともと総動員って,ってた、確かに人数いないんですけどね。<laughs> あれ、産経新聞で政治部の人って何人ぐらいおられんで、ね、?20 人ちょっとです、ね20。20人二十人ちょっとでもひ、ひょっとしたら10名近く出ちゃったら、ふ、二人になっちゃうわけで、ね、平均すると。えそう。大変ですね。<え>それであと、野党も一応やんなきゃいけないんでしょ片手間にいる、ね。野党も代表選やってるという噂があるんで,ですね。<笑><笑>でも、一応行かないとまずいんでしょもちろんもちろん。ね。そうすると、野党にもちょっと人を割くわけですよね。そうで門ね。 音楽から。えー、なるほど。そうすると、もう20人がもう、手ーマエア,アになってるって、そんな感じなんですかね、今。ですね。<今>うちみたいに小さいところっていうか、人数少ないところは、もう手抜くとか抜くしかないんですけどね。<ー>なるほどね。えー、もう、早く手抜きたい。いや、だって、今、まあ、そっちに言十二12人だけど、12人が全部出るわけ、出るわけじゃないですよね。12日の告示に。いいね、あのー、20人の推薦人を持って、 集めるって死難の技なんですよね。20人ってでしょ運命共同体みたいな扱いになっちゃいますからね。下手な人になっちゃうとですね。だって、12人がもしかは20人集めたら、これで、これだけで240人で、もう国会議員票引きまりになっちゃうですよ。3分の2になっちゃいますね、うん。ね。なるほど。そんなわけないんですけどね。そんなお、ま、まあ、あれですよね。そんなわけはないと。そんなに12人が20人を集められるはずがないというところで、ない,ないんだけど、<あ>今回自分のところで総裁を出そうとしてない人が、 うん、それなりに力がある人は人を貸すっていうのがあるんですね、うん、であちこちに貸す人いるんじゃないかなと。だって到底20人集められないだろうと思うような人が集まったって言ったりしてますからね。<laughs> でもそうすると一応ねそれ嘘だとなかなか言いづらいわけですよ。えー、確かに土壇場にねどんなウルトラシーで集めるか分かりませんからね。うん ま、否定はできないですよね。うん。これは公職選挙法なしだから、実はお金ありなんですか本当は、道義的にはともかく、しかしありですよね。ありですか。<laughs> なかなか大変ですね、これ。でも、この選挙のね、推薦人に乗るか乗らないかっていうのは、政治家にとってはものすごくでかい。ものすごくでかい。 前回、うん、菅さんが総裁選に出られなかったのは、うんまあ、推薦にもろくにこう集められなかったっていうのが大きいと思うんですね。うん、現職の総理が推薦に集めようとしてるのに集まらないとか、うん、この人と一緒に沈みたくないっていう、うんまあ、それは議員は相当そういう心理強いですよね。岸田さんが今回出ないっていうのも、 似た事情ですかまあ、岸田さんの場合は、ね、高知会がありますからね、うん、一応20人は集まったと思うんですけど、どう、どう、どてなくても勝てない、うん、だから20人集めて勝てないんだったら、もう、引く。っていうことですかそ。そうだと思います。岸田さんは党内に敵を作りすぎてましたよね。うん。うん、なんであんな風に敵を作ることをしたがるんだろうって、不思議で仕方なかったんですけど、ねうん、いやこの、推薦人の話で、みんな、票、国会議員って367人しかいないから、これが、 ここ、これがここって、そういうリストを作っておられるわけですか。そうですね。マスコミの人は。ほいで、でも、二つ、推薦人にかかってる人とか、そういうのもいるんですかね。今の時点ではね、二股かけてる人とか、たくさんいますよね。うん、あるいは全然表明してない人もいますし。二股かけても、12日になったら、これは無理でしょそうですね。二つに推薦人に乗っかるってことは。 数千人には無理です、ね。無理ですよね,ね。ただまあ、当面この人を応援しながら、うん、決戦投票ではあの人やろうと。うん、そういうことはあり得ますけどね。決戦ではね。ええ、決戦ではだってみんなガダガダポンでしょ、はっきり言えば。うん、でも、決戦っていうのに残れるか残れないかっていうのも、今回、12日の、ね、告示の後に立候補者数が出た時に、 結構狭き、狭きもんなんじゃないですかワンツーフィニッシュ。いそうなんですこれが一番の今回焦点で、うん、決選投票に高市さんか小林さんの保守派が残れるか、うん、残らないかで、うん、自民党の政党としての姿がかなり決まりますよね。うん、ここが難しいところでしょ、うん、読みが。5人ぐらい出るんだったらかなり読めると。1位、2位はね。 でも仮に8人ぐらい出たら結構1、2、1位と2位を予測するのは結構難しくなるかもしれませんね。そうですね。例えば今その一番有利だって言われてるのは小泉さんで、はい、党、国会議員の人気はないけど、党員的には石破さんも人気あるとされる。うん、でも河野さんが出たら、この2人と票を食い合うのかどうかとかね、うん、これね、実際やってみないとわからないんですよね。そこがあれなんじゃないですか、今政治部のね、記者の人がね。 いろんなところを取材して、予測して記事書くんじゃないですかまあ予測、まあ多少はするかもしれませんけどね。ね。いろんなところこうなりそうだとか言ってね <laughs>、えー。頭の中でシミュレーションはいろいろしますよね、えー。だから例えば1位、2位が小泉さん、石場さんだったらね、うん、そんな選挙つまんないですよね。<laughs> そうですか。まあその点の話も含めて、ちょっと今日はアビルさんの Facebook に書かれてることを中心に、ちょっとさらに 深掘りをしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、最初に、アビルさんのフェイスブック8月17日の投稿でございますね。うん、明日は、月間正論の締め切り日で <laughs> 自民党総裁選あるいはこれを論じないといけないんですが、顔オすぎて論点を絞りにくいのです。テロリストの暴挙がなければ、今後の安倍さんの再々と、まあまあそうなんでしょうね。安倍さんで決まりなんでしょうけどね。ねこれは私もそう思いますけどね。でも、現実は、 いませんからいないからね。えー、もう、カオス。カオスになりましたね。カエスガエスもこんな時にカオスでいいんでしょうかという気持ちもあるけれど、でも、現実は仕方ないですね。もう現実は仕方ないですね。ね、もうね、えー、こればっかりはね。で、次が、アビリさんの8月29日の投稿ということで、お願いします。これ あのこれ正論に書か,か,かえたっけどんなことをかかえたか教えていただけますかね岸田さんが出なかった理由から始めまして、うん、まあそれについてね麻生さんが週にどんなことを言ってたかとかね、うんうん、書いた上で、まで、あ、この選挙、総裁選では書くなればいいなみたいなことをですね、うん 書いたわけですね。岸田さんが出なかったっていうのは、一言で言うとどういう感じになるんですかやっぱりそれは勝てないからです、ね、勝てないから。あのタイミングでは、あのタイミングで判断したっていうのはこれ岸田さん、辞任表明で政治家の意地とか言ってたじゃないですか。うん、変な形で意地示したんじゃないかなと。うん、つまり、8月19日にね、いろんな一連の行事を終えた後、うん、戦没者追悼式典も終えた後、辞めるなら辞めるんだろうなと思ってたわけですね。うん、辞めないかもしれませんけど。うんうん そしたら一応14日っていう、ね、変なタイミングで発表したわけですね。えー、そうですよ終戦記念の前だから、えー、タイミングとしてはね、えー、戦没者以外の話なんかどうすんのって感じでしたよね。そうですだから、はい、もう総理辞めるって言ってからわざわざそんな視点に行くのかよっていう感じでしたよね。それはどうしてなんですかやっぱりそのみんなを少し驚かしてタイミングずらしたかったんじゃないかなと。うん、なんか予想外に小林さんが先に言うから、言,言った後に辞めるっていうのは格好悪いっていう人もいましたけどね。まあそういうのもあるかもしれませんけど、<laughs> 岸田さん。<laughs> そういうふうに、衆院選のタイミングをね、思って早くするとかね、うん、そういうふうな小手先のことで人に意外だって言わせるのは好きなんじゃないかなと思うんです。<laughs> なるほどね。私はね、あのねし、震災対応ね、完璧に間違ってからね、かっこ悪くてもどう,どうしようもなくなっちゃったんだっていう気がしましたけどね。そうですね。震災は注意報でしょあれは本当は予定変えちゃいけないんですよね。予定変えないで、その辺のをチェックしてくださいって、自分で予定変えちゃったんです。 中国は違す。はい、あれもとてもじゃないけど、もう、もう、なんていうか、ボロボロで見てらんなかったですけどね。これでね、中に帰ったことでね、3月の自民党大会の頃にですね、はい、麻生さんが周囲に行ってたのは、例の政治と金の問題でね、これがもし安倍晋三だったら、 まず自分に厳しい処分を課して、それから切るべきものは切って、しかしその代わりに処分した相手をもう必ず次の選挙で当選させると。安倍ならきっとそうしただろうと。うん、というふうに話したっていうのはエピソードを書いたんですね。うん、で岸田さん最後のところで8月14日の辞任表明で、えー、自分の責任から逃げる気は妄想ないみたいなことを言ったわけですね。うんうん、遅いでしょ。 だって、守っちゃったね、自分の話。だからね、まあそういうふうなことも含めてね、うん、岸田さんのいろんな対応は、もちろん私は岸田さん全否定する気は全くなくて、やるべきことやってる部分はあると思うんですけど、政治的な動きが非常になんかまずいこといっぱいやったな、っていうことも、ちょっと振り返ったんですね。うん それじゃあその次の、これは産経新聞の8月22日の記事ですか政策秘書が描く安倍元首相。目の大きくわってた政界の風景、自民党総裁選の構図でこれ政策秘書ってどうなった西山武さん。西山さんね。毎日だった人かな。 もともと毎日の記者です。うん、ね。うん、まあ、これはだから、西山さんの新刊が出たから紹介も兼ねましてですね。うん、西山さんに対して自分から手を挙げるわけではないが、皆に押されれば逃げるわけにいかないでだろうって安倍さん語ってたっていう話でね。うん、まあ、安倍さんがそう考えたのは間違いないし、4、ねうん、回目とかねい。いろんなこと聞いたけど、ああ、直接的に聞いてるんだなと思ってですね。うん それをその言葉を紹介したくて書きました、ね、西山さんも長いですねかなりねずっとやってましたよね、うん、そうですね、はい、秘書をやったり内閣官房参与をやったり、うん、まあいろんな形でね安倍さんすごい前からだったかななんか。2000年ぐらいから秘書やってたんじゃないかなこの西山さんはそうですかね、うん、あの頃まあ事務所にはいなかったですけどねもうちょっと後かな事務所にあの一時制限と言いましたよ 一時政権っうん、一度いた。うん、それで、連絡するときに、うん、まあ、なんか安倍さんが会合に来るとき西山さん結構、一緒に来てた時も何回か一時政権の時は官邸にいたんですかいやいうん。その後もいたわけでねそうすると。安倍さんの事務所って結構、辞めてし多かったんですけどね。<laughs> まあ、でも、まあ、もっと処置入れ替わってるとこもありますからね。うん。うん、まあ、あれ、西山さんもね、安倍さんのことを思わない日はないと書いてましたけど、 ちょ、アビルさんも一緒でしょまあ、そうですね。アビルさんも、なんか、秘書じゃなかった。秘書みたいな感じじゃないですか。<laughs> 全然違、<laughs> そんな、何をやってません、事実もの裏に。だって、ええ、心の友みたいな感じでしょ。秘書に。いいいい年中電話してたんでしょうから。ほん、なるほど。えー、次のやつですけど、これは、ポスト。8月18日。これ、あれですかね。何これ。8月24日のポストですから。これは何 22日の記事っていうのは、あ私はあさっき西山さんの話を、はい、ありがとうって言う <laughs> あったと。で思い出したのは、西山さんがかつて安倍さんの前でよく漫画をくさせていただきに。 安倍さんは西山さんに漫画をバカにしちゃいけないよと諭したことだった。どうでもいいことなんですけど。<laughs> ただよくその麻生さんが現役の総理の時に、うん、まあ麻生さんが漫画好きだとかいうことを言われましたけど、うん、安倍さんも結構読んでるんですよね。うん、記憶に新しいっていうか最近の例で言うと、安倍さんの三回忌の集いにね、顔を出したんですけど、そ、うん、したら奥さんの昭恵さんが撮った写真で、うん 安倍さんが亡くなった時の枕元のね、置いてあった本の写真、十数冊の本の枕元があって、うん、うち二冊ぐらいが漫画で、一つがアンゴドモアっていう原稿を描いた漫画なんですけども、うん、これ、もしかして私が進めるか、私がなんかで紹介してたから、安倍さん読んだのかなとかふと思ったのが、うんうん あるんですけどね。うん、安倍さんと、世耕さんのところにいますけど、安倍さんの元秘書の初村さん。初村さんね。村さんがやっぱり漫画好きで、安倍さんから漫画読み終わったのもらったりして。うん、読んでたね。それをさらに初村さんが私にくれたり、<laughs> そんなこともありましたね。初村さんは組織の時すごい泣いてたな、ね、<laughs> も。うね、はい、私もあれだったよね。もらい泣きして、思わず、もう抱き,抱き寄せられちゃってね。あの、初村さんい緒だったね、なんかね。 あれ今、うん、今何やってるんですか、初村さん今、施工事務所にいます<ん>施工事務所、うん、施工さんが昭恵さんに初村君くださいって言って<う>で初村さんが昭恵さんに言われたんなら仕方ない,です、うん、いね私ね、だいたい官邸に行くときには大体たい初村さんだった 松村さんが、ちょっとここに来てください。全然違うところなんだよね。どっか関係ないところに行って、そこで、松村さんに、なんかその時その時って違うんですけどね。いきなりあの、ほら、官邸のところに行くとね、マスコミの人間にバレるでしょ。だから、なんかいつもどっかで会ってね、それで、こっちこっちって言われて、そういうのをハツムさんが多かったかな。私もだから松村さんは、あれですよ、携帯もやつもよく知ってるし、連絡今ここにいますとかね、言うのやったっていう。 記憶ありますが今こう言いますからと言ってねそうですね、うん、あれで、ね、あれ次があれですかねこれは18日のポスト物足りない自民党総裁候補たち吉田正尉に学んだらどうかと物足りないですかやっぱり今回の総裁候補はと、うん、いうかこれちょっとかなり前7月に書いた現行なんですけどね、うん、その時に今みたいにみんな発信してなくて出るっていう声も聞こえなくて、うん、まあ誰が出るかわかんない状況だったんですけどね、うん <laughs> あの、安倍さんが2回目の登板を目指したときですね、うん、あの,の、2014年、あの時の安倍さんって本当にね、半ばこう、物狂いになったような形でね、自分の派閥から町村さんという派閥の人が出てるのにね、結局その自分が出て民主党を倒して総理にならなければ、もう日本はダメになると、もうそういうふうな、一種の狂気じみた気持ちで、必死にみんなに働きかけて、 やったわけですよね特に印象深いエピソードは最初は麻生さんがなかなか支援してくれなくて富ヶ谷の家近いんですけど麻生さんの家まで3回訪ねていってそれでもうんって言ってくれなくてどうしたかって言ったらその麻生さんの側近の福岡の県議会議員の中村さんという方に会ったこともないのにいきなり電話して麻生さんが支持してくれないって言ってで中村さんがどうしたもんかと思ったけど、まあ、総理がそこまで言うならっ ということで麻生さんに考え直すことを勧めたっていう話があるんですけどでその中村さんと安倍さんは結局その後家族ぐるみの友達になったんですけどね、うん、そんな何ていうかこう苔の一年みたいなね<え>そういうのをその候補者に見せてほしいなという思いで原稿を書いたんですけどね吉田松陰がね、うん、よく有名な言葉で本当の言葉かどうか分かりませんが、うん、諸君狂いたまえっていうね、うん と弟子っていうか、同志たちに言ったと。まあ、そういうことを思いながら書いたんですけどね。ね。これ、スタッフからの質問なんですけど、今の12位の一応表明してる人ね。立候補を表明してる。実際に集められて、記者会見してる人と、いついつって記者会見、いついつしますって言ってる人と、全く品質わかんない人が、まあ、いるわけですけどね。これ、現状とか、 言える範囲でちょっと教えていただけますかね。教えるってことではないんですが、私が今、うん、考えてるのは、うん、C が今、新次郎、小泉さんがね、うん、有利なのは間違いないとして、しかしね、その、じゃあ、2番手につけてると目される石破さんは、うん、どうかというと、私は、決選投票、残れないんじゃないかと思ってるんで、うん、それは、その心はいや、新次郎さんが出るでしょえ河野さん出るでしょ、うん、石破さん投員票でもね。でここ、ね、こねこ,これ、これ、これ。ちょっと、 某某みたいなのがあったらくださいな。今、ここれはまあ結構有力だっていうこと。まあこれいろんな調査があっていろいろと違うけれど、まあ、おおむねここはまあ大体1番だからってことですかね。でここが今2番だけど、アビルさんの見立てっていうと、2番に入れるかどうか、 とい,いう言い方ですか。っていうのは、ま、国会議員に対してあまりにも不人気で、今回20人集めたとしても、<laughs> そのうち何かは借り物ですよね。<laughs> で、党員に強いっていうのを売りだったんですが、こんだけいろんな人が出ちゃうと、うん、う党員も素直に石破さんに入れるよりも、その16年間候補だって石破さんに入れるよか、新しい人に入れてみたいという人もいるでしょうしね。うん、ちょっとそんなにね、勢いないと思ってるんですね。 さすがに5回目になると、さすがに親身も何もないって感じですかはい。そうすると、その決選投票の小泉さんの相手が誰かんそ,そ,そ,そうすると、こう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 。まあ、この中で最後までね、12日にね、えー、手を挙げられない人もいるかもしれませんけどね。はい。で、私がね、まあ、全くわからないのは、 青山さんっていうのはその、そのパーセンテージで言うと低いけど、自民党の党員募集。うん、一番でしょ。一番3、三年連続でやってるんですね。そうそうだから、党員には絶対人気あるはずですよね。ねだそれがどの程度反映されるのかなっていうのは、うん、ちょっとあんまり今までの事例でないのでですね、わからないんですね。うん、でも、まあの、一番であることは事実ですよね、党員のね、はい、獲得数ね。 その獲得数一番だけど、その全体のパーセンテージの中にそこまで大きいかっていう問題もありますけどね。うん、でそこでそうなると、その高市さんが。これは結構、数字大きいじゃないですか、決選投票に残る可能性が結構あると思う。だから、最初に思ったよりも勝機があると思ってる。うん、このあたりは上川さんはもうちょっと失速してると思うんですねここは 河野さんはもう全然ダメだと思います。河野さんは石破さんと同じで、まあ、国会議員に不,不人気不人気で、しかも前回。三 <laughs> 回目、回目。前回河野さんは、小石川連合という石破さんとさん、ここと、ここと、一緒になってやってた。一緒になってた高い人なかった。3人出ちゃうから、もう全然この支援なし。 むなしですね。でもちょっと自力としても全然届かないと思ってあ,あ、上川さんは、なんて、なんて言ったっけあの、林さんも出てるでしょ林さんも出てるから、ここでうまくいく高知会に、高知会両方が分散します分かれちゃう。コーバーさん、小林さんがね、これから伸びるかどうかですね。で最初に早く証明したので、今あんまり勢いはないんですよね。これ3.6、はい、がそんな変わってこない、はい、上がってこないとってダメですよね。ただし、やっぱり若いし、49歳。 これ43歳。ええ、すごいね。すごいですね。<laughs> ここがあれになったらあれですよね。県政史上最年少ですよね。ね伊藤博文が44だったから、確か。これで、戦後だったらあれでしょ安倍さんが52で一番若いんでしょでもそれは圧倒的に若いですね。でもここがなっても戦後で一番若くなるな。40代です、ね。40代だね。<laughs> まあ、でもちょっと今伸び悩んで。 だから、結局ね、うん、私は、その、小林さんとか、加藤さんとか、割とこの中での保守派の方が、決選投票で高市さんに乗ってくれるかどうかという。くれるかどうかね。で、今分散している麻生派が、決選投票で、ほぼ固まった形で高市さんに乗ってくれるかどうかと。いろいろその話はちょっと、あれ、一回、まず12人聞きたいんでね。<ー>こ,ここが、あれですかね、あの、要は、自民党党員獲得ナンバーワン。 続けてるね。青山さん。で、あの、遠いになった人はみんな青山ファンで、はい、青山さんの講演会も年中来てる人ですごいんですよね。 すごいですよ。ね。まあ、いいですよね。私も地方とか行くと必ず、青山さんどうですかってってす、ね、そうです、はい、ています。言ってきますね。で、私なんかだから、なんで青山さんを無視するんですか無,無視したことないんだけどね。なんかすごい言われちゃってる、青山さんと共演も何回もしてるしね。あ、青山さん幼いんですかっ別にそんなこと、変なこと言ったことないですよただね、やっぱり、まあ、私もそういうことよく言われるんですけど、うん、参院議員っていう限界はどうした ってありますし、ね、そうね。あと、この中でいくと、閣僚経験ないんでないですね。<laughs> ちょっとね。だから、その、党員票は未知数で意外と取るかもしれないけども、まあ、国会議員票はですね、いかにその、議員勉強会は持ってると言っても、 そこまではないはずですね。ここで茂木さんは派閥の長じゃないですか。ここはだって派閥の長っって平成権がもう加藤さんとの間で割われてるし、<laughs> まあ加藤さん以外にも行きますしね。どうですか国会議員の,ひあの間の評判は。こうって、近年はね、あの、いろいろ面倒見良くなったり、人のみずでたりするようになりましたけど。幹事長お金いくらでも出せるですそれをかなりやってたから、岸田さんと関係が悪くなったっていう。<laughs> だけど、まあ元々の人気ある人じゃないですからね。 ちょっと、国,国会議員の中ではで、ね、いしあの、人望がない。ない。ないし、当職員にはもっとない。さらに言うと、国民にもあんだけ、こう、経歴が輝かしいにもかかわらず、総理にふさわしい候補で1%前後しかないっていうね。不人気ですね、いわゆる。うん、でもに、20人集められるんですか ?20 人は集められるんですよね。どただ、それで出ていいのかなって、幹事長までやって、総理候補と言われて、 ボド負けみたいになったらね、なんか、茂木さんが施策みたいなもっとや、また違うのかもしれないけど、ちょっと、茂木さんはもともと麻生派の支持を期待してたんですが、麻生さんはもうその気ないですから。ね、この、野田聖子さんは今回 <laughs> ということです。これは、政治部の、えっと、アビル・ルイさんの、 独断かもしれません。まあ、あのね、でも、安倍さんも、あれほど中身がない人はいないあンガイまあ、旦那が中身濃いですけど。嫌 <laughs> って濃い。林吉さん。官房長林さんも、その、派閥が全面的に支援してくるようなともかく、はい、上川さんとはやってますからね。ダブっちゃって。どうですか安倍さんのライバルだったんでしょうか、ん、まあ、山口県の中では、ね、全国区でいうと、そんな知名度とかそんなにいけないですよね、うん。山口県ではでも、何ですかね、<laughs> 安倍家と林家っていうのはすごいですよね。 確もありましたした特にその林家は、ね、山口県の経済界でかなりのところを握ってますからね下関なんかに行くと安倍系の店と林系の店とか言ってね支持者が行く店が違ったりしますから山口では結構ねあれですね優勢だから山口の党員票は取れるそうですよね。そうでもももうう県議議会員とすでにもう林さん、うん 推しになってますよねで今回、これに備えて、衆院から暗えしたわけですよ、ね。だから出ないわけにいかないです、ね。でね、で<も>なんで衆議院に参議院から暗えしてんだろうと言れ。そわ党内の人を落としてまでやってね、はい、出ないんだったら何やってんだった、はい、この加藤勝信さん、私のまあ財務省の時の、まあ、すごい近いんだけど、はい、この人、ちょっと、官房長官もやってて、厚生大臣もやってんのに、ちょっと数字が、 で、この人、今度出られるんですかそれ微妙ですね。微妙。ほぼ20人近づいたと言ってますが、うん、出だしが早くなかったこともありますし、うん、ちょっと集めるのに苦労してみます、ね。今のところあれですよね、いつっていうの言ってませんよね。えー、いや、あの、この方も言ってないのかなで、この方もいつって言ってないのかなあと、この斎藤健さん、これは私、官僚としてよく知ってるんですけどね、この人はどうですか この人も何でもできるって言われている秀才ですけどね。すごく。まあでもこの人も本当に20人集められるのかっていう、ちょっと若干疑問ですよね <laughs>。やっぱり今の時に記者会見いつって言ってないって、まあこのあたり言ってないんだけど、ここも言ってないかな。結構、今の段階でいつって言えないのは苦しい。苦しいですね。最終的にこの12人の半分か半分強ぐらいになる可能性はありますよね。言ってないってことはここがまだこう、こう、 こう、5人は分からないってことですよね。言ってる人は、 言うんでしょうね、記者会見は。その日に。そうですね。まあ早く決めたいでしょうからね。うん、上川さんは最初はもう20人は余裕で集まっていた余裕でって言ってたじゃないですか。あれは単に応援しますよっていう意味で、応援すると推薦人。推薦は別でしょ全然別ですからね、ええ。応援しますよっていうのは結構気楽にみんな言うんじゃないですか。す頑張ってね、応援するから。それと <laughs> そ、署名サイン。実はちょっと重みが違うわけですよね、うん。あれ、あの、署名サインの後に欠陥状取っている人もいるんですか昔はいました。昔はいました。昔はいましたね、確かに。 ね、<の>抜けたらやばいから。捜査線じゃないけど、政談会とかね、ね石原慎太郎さんがね、小指切ってね、<laughs> やってましたね。決、えー、でね。昔はね、今はさすがにそういう人いないのかもしれないけど。まあそうすると、すでに表明、ジュニアしてないんだな。表明した人は、石破さんと河野さんとコバホークかな。これで、これはもう、実はいつ言うってはっきりしてますよね。うん、ここも言うって言う,言うのかなこの辺りも。 まあ、あとはちょっとよう分かんないっていう感じなんですかね。そうですね、えー。これで12人評価いただいて、あだいぶ詳しく話を伺いつけな、ね、小林さんの件なんですけども、うん、小林さん最初に手を挙げて、うん、しかも最初集まった人が数十人議員が集まってね、うん、これはすごいんじゃないかって話になったんですが、うんうん、その時にその小林さん陣営の福田達夫さんがね、うん、達夫さんいただいですか周囲にね、これは東京都知事選における石丸現象だ。 みたいなことを言ってたらしいんですよ。しかし、それを聞いた私の知人の政治家のある現象っていうのは、あれは反自民の無党派層が跳ねたからなったわけで、<laughs> 4000円の党費払って党員になってる人が、ああいう現象は起こさないよと。冷めた目で見てたんですね。うん あれでもあそこに同席したのでもリスト出てますよね。ねあの中から20人の推薦人が出るってことですかおそらくね。でもあそこ以外から名前が入る可能性もありますけどね。ねでもあそこは中心的な。あれ見ると、福田。 辰夫さんかなって気がしたんだけど、中核は。いや、そうですよ。そうですか。今だから事務局みたいなことやったのは福田さんです。福田タ夫さんね。ええ、中核。そういう見立てでよろしいわけね。私も小林さんには期待しますが、えー、福田さんが期待したような現象にはまだなってないというまだなってない。今の段階で勢いのある人ってのはどなたになるわけですかこの人それはもう小泉さんなんですが、小泉さんの場合今回の選挙長丁場なんでね、いじざ議論とか討論会が始まったら、 どこまで上位トップを走り続けられるのかなっていう疑問はありますよねあのちょっと考えてみるとまだ出馬表明してないんですよね。台風の関係でい,いつかっていうのは言ってあるけど出馬表明したらその後にキゅっと上がるような気がするんですけどねその後はね、うん、でそれでそのまま突っ走るかどうかはよくわからないですけれど12、まあ、日終わると討論会があるわけねそうで討論会ってこれ結構みんな真剣に見るんですねさすがに自分総理を決めるやつですから、うん そうするとね、ちょっとした失言とか、この人何も考えてないなって言うんで、かなり落ちちゃう、ね。何も考えてないって言うのはもう目々白だじゃないですか。それがね、でも白日のもとに晒されるかどうかですよね。うん、それだって、ね、もう二流になるんじゃないですか、普通は。もうもうすでにね、石破さんとか河野さんとか経済政策めちゃくちゃなこと言ってますからね。うん、まあ、このあたりはだからちょっとね、苦しいんじゃないかな。まあ、ここが一応ちと、正直言うと、こことここはやっぱりへっこみますわな。ええ、で、今、あんまり何も、なんか、 喋って、具体的に喋ってないから、うん、ボルは出にくい。あの、カマラ・ハリスみたいなもんかもしれない <laughs> そうですね。まあ、これ、議論しちゃうと、やっぱりこの人結構強いんですよね <laughs>。高橋さんはめっちゃ議論は強い。<laughs> 議論強い、ね、あの人は。あの、あの、前の時の総裁選の時の安倍さんがびっくりしてたから、こんなこと言うのって感じで、ね、あんまり、ちょっと議論が強すぎるから、ちょっと、セーブしろみたいなこと言ったか言言、言わないかとか、そんな話も、うん。 言ってますけどね、うん、そうですか。そうすると、まあ、12日、アビルさんの見立てですと、12日で、本当に立候補できる人は何人いや、これは確定数はわかりません。うん、まあ、7、8人だと思う、ね。7、8人。ああ、なるほどね。そうですか。そうすると、それでも多いですね。多いですね。まあ、前にもね、5、6人いましたけどね。うん、でも、やっぱり、これ、派閥がなくなっちゃったっていうことがあるんですかそれは大きいでしょう、ね、7、8人。あれ、でも、実際に立候補すると、 金かかるでしょうかかります。ねえ。まあ今回、その、党の方でお金をかけない選挙とか言ってるけど、これどうやってやる気だろうと電話かけるのだって金かか間違いなくかかるでしょ、ね、普通の選挙と同じか、それ以上にかかるでしょこれ。いや、もう今までは大体各陣営がホテルの一室借りて、そこに電話線引いてやってたわけですけど、うん、まあ今回そういうやり方しないのかもしれないけど、でも、 ホテル借りないだけじゃそんな大してね。そういうことで、あ7、8人出たとして、1位にならないと、もうそれは終わりですよね。いですね。それで、今回7、8人出ると、それだけで160ぐらいは決まりですね。 うん、国会議員票はねそしたあと200200、はい、200ぐらいになるけどそんなでも大きな差が出,る出ない可能性ありますねでそうなの国会議員票だけだと 1>, 1回目は本当カオスですねカオスになっちゃう2回目どう修練するかみんなその絵図をどう描いてるか、うん、例えば麻生派なんて自由投票で、うん まあ、河野さん中心にもう誰でもいいよっていう状況ですけど。<う>で、河野さん負けたら、決戦投票では一,一致団結しようねっていう話になるからですよ。普通、だって今ほっとくと、万、ま、万が一ですよ。これがワンツーフィニッシュになったら、麻生さん最悪でしょう。麻生さんとしてはそれだけは絶対避け絶対、絶対に避けてますよね。ねこれで、こ、これ、両方とも落とすの大変だったら、こっちになりますわね。うん、そうすると、麻生さんはひょっとしたら、 これがダメだったら、これって可能性は、なきにしもなずじゃないですか。なきにしもなずじゃなくて、うん、もう私は麻生さんの腹の中それ考えてると思うと思うね。<や>この話ね、私ね、すっごい初期段階でここで言ってるんですよ。あ、そうですか。なるほど。このゲーム理論で考えて、それで、麻生さん、菅さんには絶対負けたくないってそれ、それから出てくる。 菅さんに絶対負けたくないし、ね、石破さんのことは死ぬほど嫌いですから。そうそうだから、その可能性はね。それで、なよく言われるね、高石さん人気ないからダメですよってみんな言うんだけど、でも高石さんにはこのワンチャンスの手はあるよと。そう。それだから、あとは、麻生さんにどのように接触するか,かそれだけがポイントですよと。うん、これ、すげえ前に言ってるんですけどね。うん、でね、あの、可能性としては、だから、本命、対抗、穴、大穴くらいかなと私は思って。 まあ、おおむね正しいと思いますですね。政治、政治部のアビルさんに、私が。<laughs> でも、これ読めば大体漢字こうだよね。それで、最後決選投票になったら、これとこれなんだけど、ここと、ここはこっちになるかもしれないけれど、このあたり、青山さんこ。ここは間違いなくこれになって、うん、これが、 でもこれとこれが本当に合わさっちゃったら絶対こっち勝つと思うんだけど、結構これが落っこちると結構わかんない勝負になるかなって気がするですねで。それでア生派が本当に塊で高市さんに乗れば。うん、れ,ればね。グイッと押せばね。ねそうするとこれが欠けちゃってね、こっちに乗っちゃってるしだよね。そしたら、あれですよね。高市さんにワンチャンスありと。あ、いいですね。ですから私は最近高市さんに風が吹いているとは言ってるんですけどね。うんうん、どう私、政治、政治部記者じゃないんだけど、前に言ってた通りの結構、<laughs> 見、立てが <laughs>、なんて言っちゃう <laughs> と。まあこれはね、みんなこういう、こういうことをして、して楽しんでないと、こういうのってやってらんないからね。いろいろね、ねストーリーを描きながらね。はい、ね。だって、正直、はっきり言ってこれでワンツーフィニッシュしたらさ、全然面白くなくて終わっちゃうんじゃないですか、もう。まあ面白くないし、なんか自民党ってそういう党なんだなっていうことになっちゃいますね。<laughs> ね。 そんな党支持しますかって、ねね。これだって、これはもう5回目でしょもうフルカブで。まあ、こっちはね、親身があるんだけど、やっぱりこれとこれになったら、あの、若い女性、どっちも初だからね。うん、どっちに好んだっていいじゃないですかっていう感じに私はなっちゃうんだけどね。そうですね。まあ、小泉さんに人気あるのは当然でして、うん、高橋さんみたいに初の日本女性これは、面白いでしょ対外的にインパクトああるでしょなんか、え、日本で女性かっていう感じでねで。仮にトランプさんになってても、うん、お前あ、安倍があんなに 応援したそうだよ、それですし。あのね、ハリスになってもね、あの、いや、女性で仲良くしゃうどっちでもね、私ね、高橋さんはね、アメリカの大統領選挙もって、両党にらみなんで。うん、でも、前ほら、民主党のスタッフ知ってたでしょ高橋さんは。うん、英語できるし、すごく。だから、まあ、結構ね、どっちでも OK だと思うんですね。うん、おそらくね。うん、それで、ここちらは、親身、新鮮びで強烈ですよね。で、どうもこれとこれっていうのは、 全然これ、あの、なんか、しょぼくって経験大吉だけでしょ、うん、で、高市さんは女性かつ経験値もあるんでね。うん、だから多分、こっちのこれの方が決戦の時は面白いなと思ってるんですけどね。そうですね。うん、まあ、しかも、非常に対比的ですからね。うん、いかにも、政治家の息子で政治家っぽい小泉さんと、うん、政策の人っていうか、高市さんとね、うん。高市さんはね、ちょっとね、政策にのめり込んでるから、<laughs> こんな時にこんな政策なんてやんなくていいのに <laughs> 私なんか思うんだけどね。<laughs> こだわりがあるんだな、この人は。まあそういう 人なんですよね。高橋さんの講演とかもかなり専門的なんですよ。そうそう。あのこだわりがありすぎると思うけど、まあそれもそういういれでね。まあそういう人がいてもいいやってですね、うん。そうですか。いやいやこれはちょっと楽しみになってきましたね。どうも阿部さん今日どうもいろいろありがとうございました。ありがとうございました。ああいうのはよく出るんですよ。 で、あと、このは、奥さんが、左負けたのああそれも出ましたね。出ましたね。私はし、し、前から知ってたんだけど。ここに、資金援助してんのは、実際、面白ね。<laughs> そ,うそうそうそう。<laughs> で、そこも出てましたね。ね出てちゃう、出ちゃう。あれは。